走れ走れ走れ、いけいけ。3日企画、野球の防具生活をやりました。はい、さあこの次は何でしょう。企画を発表します。はい、3日間リアルロックリー生活。ロックリーの洋服を着てもらいます。あ、コスプレ。あ、なるほどね。両足両手首に2キロの重りをつけてもらいます。いや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 、合計8キロ。いやー、やる人は恭平です。強っ。シンプルに見てるやつ。リアルな反応みたいな、これを外した時どうなる。なるほど。本当に外さないでください。だから本当に外さないみたいな。急におにぎりとか食べない。やってねえよ。あいつどこ釣れますか。めっちゃ困んな。アニメイト。オタクがいるところに。来た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 。やばいやばい。どうぞ。リーとリーあとお腹じゃない？お腹そう、お腹だ。リーお腹じゃない？いや、いけるいける。あ、リーや。リーだ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 。いける。これでプラス重りをつけます。重りです。これでもうやだよ、俺。さっきね、どんどんね、悪い案が出まして、悪い、まあ、ロックリーまず敬語じゃないですか。ということで3日間敬語生活。アメ横使ったら腕立て30回。いきましょう。やりましょう。やりましょう。行きましょう。これで最後です。この手でいけ。何してんすか。ロックリー生活やってんの3日間。てかお前タメ語やお前。腕立てしろ。はいどうぞ。はい、あ、10で数えて。2です。2です。3です。4です。5です。6です。そんなんで青春と言えるのか。言えません。今日ないからおもり買ってきました。え、なんで敬語じゃん。なんで出すか。はい、せーの。1です。2です。3です。まず4ですね。1キロを4つ足に背負っております。マジでしんどいです。しんどい。超重い。マジ体がです。どうもリーです。こんにちは。今日はね、どこに来ているかと言いますと、野球場。野球場だ。あ、間違えた。野球場です。あ、ミスった。この BC の練習に潜入しようかなと思います。失礼します。失礼します。失礼します。ユウゴ、はい、違いますよ。あの、俺、あのメンバーで2位です。メンバーで2位です。メンバーで2位です。こちら、どうも、リーです。ガイ先生、はい、僕に先方ゾックしてください。それやりに来たの。はい、電車行きました、この格好で。電車で今からどっか向かうんですけども、もちろんね、電車でもこの格好でね、リーの格好で行きたいと思います。格好で行きたいと思います。やれやれやれ、やめきたね。リーちゃん重り落としてますよ。あ、重り落としてる。壁を使ったの。あ、はい。腕立て30回。じゃあ行くぞー。 OK、 カモンベイビー。はいはいはい、すげえ。あれ、おい、ちょっと動けねえ。動いて動けねえ。動いて動けねえ。マジで動けねえ。うわー、危ねえ。それじゃあ5球連続取るまでね。よっしゃ、重い。おお、はい、うわー、やり直しラスト。やったー。リーさん。リーです。次バッターです。
あ、バターやるんすか俺。バターもやらせてもらえるみたいです。え、俺、触れるこれやりますこの盛り付けで。あれ、今触れるっつった。触れます。あれ触れますか。うずでよー。お願いします。やべえ、これ重い重い、めちゃめちゃ重いっすわ。行きますよ、行きますよ、はい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 、はっ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 アウト。リーさん、残りのロックリー生活も頑張って、はい、頑張りましょう。行きましょう。リーさん、何してるんですか。グランド整備です。ちゃんとやる。結束です。どうすならもう全身なりきりたいんで、ロックリーに髪も今日はね、やってもらおうとスマイルアップに来ております。じゃあね、翔健さんを呼びましょう。失礼します。はい、翔健さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。翔健さん、何してるんすか。3日間ロックリー生活です。ずっとロックリーなんですよ俺。え、もう来たばっかなんですけど、はい、何やってたんですか。その教会再現させましたか。できる限りで再現をした。いやもうね、はい、やりすぎなのよね。別にそこまでやらなくてもいいのって俺思うもんだって。登場してもらいましょう。はい、じゃあお願いします。木の葉の美しき青いやつ、ロックリーです。すげえ、ちゃんと丸っこくなってるな。リーです。それしか言わんのかい。どう、原宿なんでね、あ、人がいっぱいいるところでね、見せびらかしたいこのリーをね、ということで、あ、決した通り歩きたいと思います。木の葉合力旋風行きましょう。いいね、行こう。行きましょう、タモさん。適当にブラブラします。俺の名前を呼ぶな、タモさん。やめろ。行きましょう、タモさん。俺はお前の友達でも何でも。行きましょう。おー、ロックリー。イエーイ、ロックリー。おー、ロックリーだ。おー、ナイスロックリー。ロックリー。まあじゃあこの辺で帰りますか。じゃあ帰るんだ。まあ、今ロックリーだけど、うん、足りないじゃん、なんかさ、そう思うでしょ、うん、持ってきました。なんだ。包帯でございますよ。手に包帯、どこ、手か、手にここら辺までもいい。そうだ。やっぱ違うわ、あると。うん、全然違う。全然リーに見える。これで裏レンゲぶち込みます。おう、秋葉原に来てます。修行の成果を見せたいんですよ、最後から。あそこ人いっぱいすぎて危ないんで、 あそこの前の、ここ、ここ、ここで、タイズと披露します。この花は息がしゅう、ロックリー山頂。この汗っぷら、ブラック追加します。持ってきました。持ってきました。変のこいつ。寝てると思った。実は寝てなかった。ガイ先生やりました。僕やりましたよ、ガイ先生。しょぼっかい。ちち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 ち。さあ、初めてのご対面です。そうか、黒髪は見てないもん。そう、見てないもん。
来た来た来た。今日はおもり外しなんでね。来ましたね。お、あの、あの名場面、あの名場面なんだ。に、はずい。ガイ先生、でもそれはたくさんの人を守るために使うものじゃないですか。かまわん。わかりました。よし、これで楽に吹けるぞ。いいよ。そんな重り外したところで、なにいけりおーす。はい、ということでね、6人生活終わりました。ありがとうございました。いや素晴らしかったです。ありがとうございます。なんかさ、はい、俺さ、辛いと思ってこれ指名したいさ、お前、美味しい思いしてるでしょ。今、楽しんでるな。今、率直な感想ですよ、うん、楽しいです。外した感想ですよね、やっぱり行きたいのは。そうだね、そうだね。生きた心地しなかったっす。つけてる方が生きてる心地があった。なんか軽すぎて。あ、そういうこと。そういうことです。あ、そういうことなの。体調が良すぎる、今。はい、やった方がいいと思う。体重いとか普段軽いみたいな人はこれ絶対やるべき。めっちゃ体軽い。体重い人もやるべき。そう、もっと、そうそうそう、体軽い人に関してはもう体調いいから。やるせー。声まで似てたよね、なんか。そう、もう最後のなんか、そう、なんかもうリーが降りてたんだ。これで最後です。まあこんな感じでね、3日間1週間大食いとかそういうバラエティーの企画もゴリゴリ全力で楽しませますので、はい、皆さんこれからも応援よろしくお願いします、はい、お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おもてなきゃ、おもてなきゃ、おもてなきゃ。